こういう風に舞台でできていくんだなと思ったし、こういう葛藤があってああいうライブにつながっていくんだなっていうのをすごい感じて、なんかもう一回ライブを見たくなりました。やっぱ改めてかっこいい人なんだなって思いました。見てる側としてもうちょっとこう真剣に受け止めなきゃいけないんじゃないかって思っちゃってだからすごくなんか自分自身がヒリヒリしたって感じがします。歌ってる時がやっぱり一番楽しいように見えたので、ずっと聴き続けたいなと思います。森山直太朗です。人間の森、はい、いやー人間の森、正直に言います、わかんないあよめね、なんとなくにしかならないって、なんとなくやってたらこれさ比べらんないんだよ、やっぱやってみないとわかんないんだ。僕はでもまだなんか旅の途中のような気がしてて、それは、うん、旅の途中っていうかまだな何も始まってなくて、うん、人間じゃない、それでも踏み出すのが怖かったりとかさ、うん、心がこわばるような感覚っていうのはまだ覚えがあって、綺麗なだけの情緒って眉に。あなたは歌が好きですか？ Yes。もうこれはもう歴史として人間と森を経て現時点ではすごい悶々としている部分とすごく開放的な部分が、もうそのコントラストがすごいですよ。だから結構でも開放的なの方が大きいかもしれない実は。やっぱ御徒町近いとはね、どっか避けて通れない人間の森のアフターに置いて、うん、K がの志は僕はすごいなって思うんだ反面、うん、話違くないっていう感じになっちゃう、うん、つまり、うん、自分のもちろん俺も怠け者だし俺も頑張んなきゃいけないところはあったとは思うんだけど、なんかその自分の裁量じゃない部分を舞台上で押し付けられてる感じがしたのね、うん、やっぱ人間の森に映ってる自分ってすごいいろんな意味ですごい思考はしてるんだけど、ずっと何かの期待に応えられていない恐怖心というか不安にさらされてる感じなんだよね。なんかで個人の問題でもあり、 K との K のそのやり方に対するお互いの限界みたいな。結局俺たちは何かを超えたいと思ってて、今回のツアーはまさにそうなんだけど、人と音楽と人と人間がそこにいるって、でそのことさえも超えなきゃいけないなと思ってて、音楽と人間と詩がある、ただ舞台の上にあるって言ったじゃん、ような舞台にしたいって、境をなくすっていうことと同じぐらい彼が言ってたことがやっぱすごい難しくて、俺は最後の最後まで窮屈だったし、舞台上で人間の森焼けたアスファルトの上すれ違ういつかの私、放り投げた帽子の軌道、空白に記された文字、旅立ちを恐れたのは朝焼けに背くようで、紫色の海を漂う、まだ
柔らかい自由という見えるきれいなだけの蝶々の羽が寄せて舞う海水波に荒まれて立ち上がったつもりがいつまでもそこにとどまっている。真っ白になる直前の時、手にした風船ごと空に消えていく。すべての色がそこにあると逃げているようで追いかけていた。人間の森を抜けると小さな古い戸が一つ、覗き込めばそこに無限の空が広がっている